お疲れ様です。人生100年時代と言いますけども、実はね、この長生きっていうのがね、最近はリスクになってきてるっていうことね、お感じになってる方もいるんじゃないかなと思います。まあつまりね、ずっと人間っていうのは衣食住を共にして生きていくわけなんですけども、途中から医療っていうのがかかってきますよね。それから年を取るとね、お年玉をあげる、そんな役割にもなってきます。そんな中で適度な年齢で、お亡くなりになっていく時代はね、それほど問題にはならなかったんですよ。むしろ長生きすることがものすごくね、いいこととされていたんですけども、でもさすがにね、100歳生きる人がね、もうわんさと出てきたわけですよ。今100歳以上の人口ってどのくらいかって調べてみるとね、およそ10万人なんですよ。10万人というと、うどんで有名な丸亀製麺ってあるでしょ、丸亀市と同じぐらいの人口規模なんですよ。つまり丸亀市っていうのが全員100歳以上みたいなことができちゃうわけですよね。10万人ですよ、10万人っていうと相当な人数ですよね。東京ドームなんか3倍分とかあんな感じですか。はい、ということでね、やっぱ年金っていうのは、その働けなくなった時をのんびりと過ごす老後の資金として一定のリスクヘッジだったわけですけども、これがですね、長生きリスクというのはどういうことかっていうと、長生きしすぎると自分の貯金とか年金では足りない年齢が来てしまうってことなんですよね。で、ここで一つお金をね、3つに分けていくんですけども、保険っていうのは早死にしてしまった、思いもよらない時に、早く死んでしまった時に自分の家族とか、それから残った家のローンとかを相殺するためにかける保険なんですよね。ですので生命保険などに入った場合、家のローンが死ぬことによって免済される例とかあって、残された家族に負担がかかんないようになってたりするわけですよね。そういうふうにして保険っていうのは、早く死んでしまうリスクにかける、そういった類のお金なんですけども、年金っていうのもね、保険の一種で、思わず長生きしてしまった時のためのお金なんですよ。だからだいたい人生70年とか80年ぐらいかなと思って生きていたら、なんか死んだけど90、100までまだ死んでないぞっていう時に、とてもじゃないけども働けたりしないわけですよ。そういう時に年金をかけておくと、それを受け取ることができるから、長生きに対してのリスクをこうヘッジできるかなってことですよね。で、両方の性質を持つのが貯金なんですよ。貯金っていうのは、早死にした時にも残しておけるし、長生きした時にも口座から下ろすことができて、流動性が高いわけですよね。ですので貯金がね、あんまり今優遇されてませんけども、結局は貯金ってのが一番使いやすいってことにもなるんですよね。年金の代わりにもなるし、保険の代わりにもなるし、そして貯金っていうのはそのまま現金でも使えるということで、この3つのポートフォリオですか、この3つの組み方をポートフォリオというらしいんですけどもね、それにしても100歳以上生きる人がね、丸亀市に匹敵するっていうのは結構なもんですよ。だからもうちょっと何年か経ったら100歳以上の人口がもっと増えてね、尾道市ぐらいの規模になったりとか、しまいにはね、100万人とかになってくるんじゃないですか、このままでいくと。それに比べて新しく生まれてくる子どもたちは人数少ないみたいなね、そんなアンバランスな世の中が見え隠れしてるのはちょっとね、恐ろしいことだなと思いますけどね。はい、じゃあ以上です。